生き物係帰りたくなったよ。帰りたくなったよは、生き物係の9作目のシングル。2008年4月16日にエピックレコードジャパンから発売された。帰りたくなったよ。残り風帰りたくなったよ。インストゥルメンタル残り風インストゥルメンタル。砂時計は同年4月26日公開。ブリーチザサードファントムは6月26日発売。生き物係が映画、砂時計の主題歌を書き下ろし。音楽ナタリー。2016年7月13日閲覧。水野良樹オンツイッター2011年9月29日のツイートよっちゃんのつぶやき91生き物係。よっちゃんのつぶやき2008年2月23日。生き物係の皆さん、こんにちは。2010ツアードキュメントブック、生き物巡りより、生き物係の本よりハット AP バンクフェス09、速報バンクバンドによる、ライブレポート7、20インストが2曲収録された作品は、以前にもあるが、いずれも両 A 面シングルである。イマジネーションボリューム2収録デュエット曲、参加者全員によるボーナストラック曲が決定。数量限定 CD の法人別オリジナル特典、メーカー特典も実施決定。RK Music 2019年10月11日、閲覧。残り風に関するカテゴリー。ありがとうございます。